南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異株の検出が伝えられたことをめぐり、松野博和官房長官は26日午前の記者会見で、現時点で日本国内で空港検疫を含めて確認されていないことを明らかにした。その上で WHO や諸外国の動向等の情報を収集をしている。と述べた。 会見で、松野氏は、新たに変異株が確認された場合は、感染性や重篤度、ワクチン効果に与える影響等を合わせて評価していくことが重要で、緊張感を持って対応している。と話した。英国は、南アフリカやジンバブエなど、アフリカ6カ国からの外国人の入国を原則禁止とし、 外国からのの旅客機の運航を一時的に停止するるとしている日本の水際措置への対応を問われた松野氏は新たな変異株の感染が拡大するなど状況が悪化する場合は機動的に対処をしていくこととしており本件についても迅速かつ適切に対応していく。と述べた。